さて、またしても MSI からお呼び出しがありまして、秋葉原へやってまいりました。やっと夏が終わって秋が訪れたと思っていたのに、すでに寒くておじさんは体調を崩しそうです。今回はゲーミングモニターの内覧会で、QD-OLED がメイン。QD は量子ドット、OLED は有機 EL のことで、双方の特徴を組み合わせたつよつよモニターということ。スライドにもありますが、主な特徴を整理するとこんな感じかな。色域が広くてゲームはもちろんクリエイティブ系の用途でも活躍するのと、コントラストがすごく高くて、とにかく映像がくっきりはっきりと表示されます。一番右側が QD-OLED のモニターなんですが、映像からでも違いが伝わるでしょうか。一般的なモニターって構造上バックパネルを完全に消すことができなくて黒を表現するのが苦手だったんですけど、有機 EL はバックライトのピクセルを個別に発光させる仕組みで、真っ黒を表現することが可能。また、一般的なモニターは青色が強くなりがちなところ、量子ドットは他の色を正確に変換できるのが強み。黒神話悟空みたいなグラフィック重視のゲームを最高画質でプレイしたい、みたいな方とは相性抜群ですし、映画やアニメなどの映像コンテンツを綺麗な画面で楽しみたい方にもおすすめ。今回の製品はいずれもディスプレイ HDR のトゥルーブラック400にも対応していて、キャリブレーションした状態で出荷されるそうです。モニターの色は徐々にずれていくものなので、色にこだわるなら定期的なキャリブレーションは必須ですけどね。応答速度も段違いで、一般的なゲーミングモニターと比べて桁が一つ違います。今回展示されていた製品はリフレッシュレートも高くて、Apex やバロラントみたいなシューターゲームをやり込んでる方とも相性が良さそう。スペック的には色々すごいんだけど、お値段がすごいのも QD-OLED の特徴。展示されていた3製品のスペックと価格を順に見ていくと、まずは迫力が半端ないウルトラワイドモニター。WQHD モニターを2枚横に並べたサイズ感で、リフレッシュレートは 144Hz。湾曲率は 1800R で、映像からだと伝わりづらいかもだけど、かなりグイーッと曲がってます。これ、有機 EL には軽くて薄くて柔軟という特徴があって、従来のパネルと比べて湾曲させやすいらしいです。肝心のお値段がこちら。これは動画制作時点の価格 .com の情報で、時期によって多少変動があると思います。そもそもこれだけでかいモニターを設置できる方はだいぶ限られると思いますが、ミドルクラスのゲーミング PC が買えちゃうお値段です。続いては 31.5 インチの大画面 4K モニター。こちらは約18万円。これだけでかいと動画編集でも役立ちそうです。アクション系のゲームはまだしも、シューター系のゲームだと画面がでかすぎると使いづらい、と感じる方もいると思います。これ、モニター側の設定で画面サイズを擬似的に27インチや 24.5 インチに変えることができるんです。普段は大画面で映画を見たり、仕事をしたりしつつ、バロラントみたいなゲームをやるときは画面を小さくしてプレイする、みたいなことも可能です。最後の1台は 26.5 インチの WQHD モニター。リフレッシュレートは 360Hz とすごいんですが、お値段は約14万円。つよつよグラブをお持ちの方で、WQHD の最高画質で Apex をプレイしたい、みたいな方にはすごくおすすめです。お値段に目をつぶると無敵のようなスペックに思えますが、有機 EL には焼き付きというリスクがあります。MSI ではご覧の最新技術で焼き付きリスクを低減。ピクセルシフト機能はわずかに画面を動かす仕組み。ゲーム中に映像が勝手に動いたらエイムがずれたりしそうですが、ほぼ気づくことができないレベルらしいです。また、タスクバーのように常に表示されている箇所は、明るさを抑えて焼き付きを防ぐみたい。パネルプロテクト機能は4時間ごとに通知が出てきて、自動的に画面を消してパネルを休ませるんだとか。ただこれゲーム中とか仕事中にいきなり画面が消えたら困りますよね。設定で最長16時間まで伸ばすことはできるようですが、16時間経つとキャンセルはできないみたい。一睡もせずに24時間耐久配信などをされてるような方だと問題になるかもですけど、休憩とか席を外すときはモニターもクールダウンさせてあげた方がいいんでしょうね。筐体自体も放熱性の高いファンレス構造になってるそうで、メーカー保証が3年と長めなのも魅力。画面はめちゃめちゃ綺麗で超ハイスペックだけど、長く快適に使うには時々休ませてあげる、といった使い方が必要になるみたい。価格も価格ですし、丁寧に使っていくことが大切です。個人的にいいなと思ったのは、
今回の3製品はいずれも電源が内蔵されていること。MSI のゲーミングモニターって AC アダプターの製品が多いと思ってて、実際今私がメインで使ってる 4K モニターもご覧の通り。気にしない方も多いとは思うんですが、ケーブルをなるべく綺麗に整理したい私には巨大な AC アダプターは割とストレスでして。本体裏側は多少ゴツゴツしてる印象ですけど、ケーブル1本でコンセントと接続できるのはグッドです。会場にハルカンさんがいたので、実際にゲームで遊んでもらいました。フライトシミュレーターみたいに景色を楽しむゲームは QD-OLED と相性が抜群。ウルトラワイドは没入感もすごいですし、とにかく映像が綺麗でゲームとは思えないほど。YouTube の映像からだと画面の美しさがいまいち伝わりきってない気もするので、PC ショップとかで実物を見てもらいたいな。レーシングシムが好きな方にも、こういう綺麗なモニターはすごく刺さりそうです。爬虫類になった気分。これ、右側が QD-OLED で、斜めから撮影してるというのもありますが、映像の綺麗さが段違いですよね。ただ室内灯が反射しているのも気になるところ。最近のモニターはノングレアの反射しないタイプが多いように思いますが、この子たちはハーフグレアで設置場所によってはちょっと見えづらくなるかもです。ということで今回は MSI の最新ゲーミングモニターをいろいろ見させてもらいました。なかなか手を出しづらい価格帯ではありますが、目に見えて違いがわかるので、実物を見ると欲しくなっちゃう方が多そう。ゲームの映像美が一段階レベルアップしたような感覚を味わえますから、4090をポンと変えるような方で、4K の最高画質で人気ゲームをサクサク遊んでるような方は迷わず買っちゃいそう。私も欲しいけど、さすがに今月はマザーボードや CPU といろいろお金を使っちゃってるので我慢かな。刺さる人には刺さるハイエンドモニターですから、ロマンを追い求めたい方はぜひチェックしてみてね。では今日の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら高評価とコメントをいただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。